はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけれども、市街地開発事業と予定区域について、解説させていただきます。都市計画法の中なんですけれども、意外と、このあたり、ちゃんと理解していない方って多いんですね。なので、まあ、今回はざっくりとしたイメージを持っていただくことを目的とした動画にしようと思っております。まず、この市街地開発事業と予定区域ってどんな、区域なのかというと、例えばなんですけれども、駅前の、土地について、役所だったりとか、市とか県の病院を、建てよう、まあ、事業化していこうという案が、出てると。そういった場合に、準備段階として予定区域っていうものを定めたりするんですよ。で、これなんで予定区域を定めるかっていうと、例えば別の、民間の人たちがですね、ここ買い取ったりして、乱開発されたら困るわけなんですね。まあ、これからですね、今後数年以内に、役所だったりとか病院とか作っていくっていうふうに、市とか県が考えているわけだから、ここを乱開発されたら困るということで、市街地開発事業とか都市施設、まあ、今回この2つ都市施設なんですけども、こういったものを、まあ、作っていく前段階、この計画、都市計画を決定する前段階として予定区域という、計画を先に決定させておくんですね。で、そうすることで、ここ、ある程度一定の制限がかかってくるんです。例えば、土地の形質変更しないでくださいね。ブルドーザーでね、土を入れたりとか、土を抜いたりとか、まあ、そういったことしないでくださいね。あとは建物を、建てたりしないでくださいね。みたいな一定の制限がかかってくるんですね。この予定区域を、指定することによって。で、予定区域については、まあ、将来、こういうね、都市施設とかを作っていく、まあ、事業化をしていくわけなので、その事業化にあたっての責任者っていうものをちゃんと明確にしなければいけない。ということで、この予定区域の計画決定の時に、施工予定者っていうものを決めるんですね。で、決めた上で、まあ、3年以内に、市街地開発事業だったりとか、または都市施設の計画を決定します。で、その後、計画決定した後ですね、事業の認可を受けて、2年以内に事業の認可を受けて、で、工事を開始していくっていう流れなんですね。だから、イメージとしては、抽象的な内容を決定しますよと。で、具体的な内容を決定しますよ。で、具体的な内容を決定した上で、工事に入っていきますよ。っていった3段階に分かれているんですね。で、まあ、実際ですね、予定区域の計画決定せずに、いきなり、この市街地開発事業とか、都市施設の計画決定をバンって行って、で、その後事業の認可をして、ここから工事開始、といった場合もあります。まあ、ただ今回はね、市街地開発事業等の予定区域の話なんで、まあ、ここも含めてお話しさせていただきました。なので、まず一つ目のポイントとしては、ここの部分ですね、予定区域を定めたのであれば、その事業に関する責任者をちゃんと分かるように、施工予定者定めてくださいね、ということですね。で、これが一つ目のポイント。で、この3年以内とか2年以内とか、まあ、できれば覚えるぐらいでいいかなと思います。予定区域定めたのであれば、3年以内に、市街地開発事業とか、都市施設の、計画決定してくださいね。で、この市街地開発事業または都市施設の計画決定したら2年以内に事業の認可を受けましょうよと。まあ、いったこの3年2年ですね。まあ、できれば覚えるぐらいでいいです。で、2つ目に重要なポイントっていうのはここなんですね。市街地開発事業または都市施設の事業の認可を受けた後っていうのは、非常災害の応急措置であったとしても、これ許可が必要になってくるんです。これどういったことかっていうと、例えばなんですけれども、東日本大震災があって、仮設住宅を急遽作らないといけない。で、ある程度広い土地が必要だ、といった時ですね。これ、非常災害の応急措置としての行為なんですね。仮設住宅を建てる行為っていうのは。で、これについてなんですけども、この二つ、予定区域だったりとか、この市街地開発事業とか、都市計画施設の、決定があった後、ここまでですね、事業認可前の話だったら、これは許可不要の例外になってくるんです。だから仮設住宅、建てることできるんですね、許可不要で。でも、事業の認可あった後っていうのは、もう実際に工事を始めていくっていう段階なんですよ。だから、仮設住宅であったとしても許可取ってくださいね、っていうことになるんですね。この部分意外と試験問われやすいので、ちゃんと覚えておきましょう。これが事業の認可があったということは、もうこれから工事を進める、もう工事始める、ブルドーザー入れますよっていう段階だから、許可が必要だっていうふうに理解していただければ、すごく頭に入りやすいんじゃないのかなと思います。ぜひあなたも理解学習をしていきましょう。弊社の個別指導ではこのような理解学習を行っていきます。もしあなたが一回に合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に、
URL 貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。今日も一日頑張っていきましょう。レトスの小野でした。